今日はプラトーの話なんですが。え、プラトー？プラトー。プラトー。はい。これはね、ディープマインドに出した新しい AI。出たんです。おお。でもね、数日前に今撮ってんのが、今日は、うん、14日。14日ね。確かね、12日ぐらいに出てんの。またですか。今度は何ですか、一体。この前ね、上半期の重大ニュースとか言ったじゃないですか。はい、ここがね、7月になってからね、またボコボコボコと出てきて。まだ出てるんですか。で、プラトーが一つだけど、まあ、これは今から話しますが、で、その他に、あのね、スフェアっていうのが出て、これがね、あの、メタね。それから、これ解説してくれと言われたのが、ブルームか。うん、ことについてちょっと触れたよね。それから、あの、この前の勉強会でやったのがね、NLLB200 という、これがメタかな。うん、これが、あの、翻訳あのが、はいはい、200言語間でお互いに翻訳します。ああ、それ、オープンになったやつですね。うん、使ってもいいっていう。はい、で、これは、あの、幸いなこと日本語も入ってるらしいね。うん、で、ブルームには日本語入ってないね。うん、まあまあともかく言いたいことはですね、上半期であんな爆発的な現象があったんだけど、下半期も爆発してます。もうすでにさらに加速してます。ほぼなんかもう脱落してた、もう片手でやっと捕まってるか、人間には無理になってる。7月になってからもうね、何発も出てきてね、まだ2週間ですよ。そうなんですよ。はい、でプラトーの話です。あ、はい、プラトーって何の意味かご存知ですか？哲学者のプラトンですか？そう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 。あ、それですか。うん、あのね、我々はプラトンと習ったでしょ。はいはいはい。哲学者の。でも英語ではプラトーと言うんですよ。ああ、そうですか。また賢そうな名前つけてきましたね。大丈夫なんですか？名前負けしないですか？ね、いろんなの頭文字とかそういうだけ。で、どんな話かというとですね、まずね、これは直感物理学を、うん、あの AI が学習したという話で、直感物理学とは何かというと、我々が身につけておるその、ね、常識的な、この世界に対する常識的なものの見方、うん、で、具体的には何かというと、例えば物があればですね、このものは急に消えたりはしないと。ね、で、ものがこう動いていけば、そのままこう動くだろうみたいなこととかね。あるいは、ものっていうのはある程度の硬さがありですね、この中に別のものが共存することはないとか、そういう基本的なね、この物理世界に関する、まあ、常識的なことがあるわけですよ。それを、あの、それはですね、子供が生まれてから、あの、赤ちゃんの時に獲得するんですよ。で、赤ちゃんっていろいろね、ものをね、叩いたり壊したり、いろんなことをして、実験するじゃないですか。はい、あるいは物を落としてみるよね。人のひげを引っ張ってみたりとかね。やめなさいとか言うんだけど、あれはね、物を落とすと下へ落ちるということを学んでるわけよ。うんうんうん、そういうものを直感物理学という、うん、だからなんか手品みたいなものを見せたときに1歳児ぐらいでも結構もうびっくりしますよね。だから手品とは何かといったら、この直感物理学に反すること、うん、で、ああいうものを見せられると人はサプライズ、驚くわけ、うん、そこではね、人工知能にはね、ね、その直感物理学を学習させるわけ。うん、具体的にどうするのかというと、うん、あの、この人工知能にですね、ビデオを見せるんで、で、ビデオを見せて、その、例えば物がこう動いていくものを見せるんで、何かこう、物があって、その後ろに隠れると、うん、ね。そしたら次から出てくるわけでしょ、うん、ね、で、また次の柱があって、そこに隠れて、また出てくると。で、こういうことを学習させるの。で、次にね、こう隠れて、で、次にいきなりここの途中を経ずに、次のところからポンと出てくると。うん、ね、あの、言うなら、トランスポー
テンションで出会ったの、うんうん、そういうビデオを見せるとね、うん、赤ちゃんはねびっくりするわけよ、うんね、で AI もびっくりするほように、まあ、そういう AI を作ったと。 AI がびっくりする。はい、共有、面白いですね。論文を共有させてください、うん、シンボルグラウンディングっぽいですよね。なんかそう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 、うん、まさにあれですね、手品見せたら驚いてくれるんですね。そういうこと、そういうこと、すごいね、面白いですね、うん、それは。これは、まあ、あの論文自身なんてブログなんや。で、うん、ディープマインド、プラトー、ディサポインティッド・エクスペクテーションズ・アンド・ゼア・レレバンス・フォー・フィジック。ディサポインティッド・エクスペクテーションというのは、まあ、要するに物が急に消えてしまったみたいな、出てくるはずだと思ったのに消えてしまったみたいなものがディサポイントディエクスペクテーションですよ。つまり手品みたいな現象をディサポイントディエクスペクテーションと呼ぶわけよ、うんうん、でそれの物理に対する、まあ、妥当性そういうで今言ったようにね、その直感物理というのはコンティニティオブオブジェクト、物がの連続性、ね、物が急に消えたりしないということ、オブジェクトパーマネンス、物はパーマネンス、まあ、永続性、これに消えたりしないということ、ソリディティ、硬いということ、ね、で、イミュータビリティというのは、これは突き抜けたりしないということ、And the inertia in changes of direction、物が動いていくとですね、急に変わるような。慣性の法則ですね。慣性の法則の直感的な意味のね、慣性の法則ね。で、例えばこういうものを見せるわけ。これ物理的に可能なプローブシークエンスと。これ何かというとですね、これ2つ小柱があって、ボールがね、こう来て、で、ここに隠れたわけですよ。ね、で次にここに出てきて、ね、で、次にまた隠れたわけ。で、次にここから出てくると。ね、これはだから、あり得る、物理的にポシブル可能な状況なの。でこれはですね、何の変化もない。ただこの2つのものがずっとあるだけで、これは可能なわけですよ。これはフィジカルにインポッシブルプローブシークエンスっていうのは、これがこう来てですね、ここに隠れたわけよ。ところがですね、こうなって、今度いきなりここで現れたわけね。だからこれは物理的にありえないという、アニメ。で、これは何かちょっとずっとあるわけですよ。ね、とはいきなりここにポコッと出てきたわけ。で、また消えたわけね。だからこれは物理的にありえない現象なんだ。で、こういうものを学習させるわけや。で、Deep Mind Generates 300,000 ビデオクリップス、まあ、30万 の、ね、のビデオクリップを作ったって。で、それを学習させたわけや。で、どう学習するかって、これね、プラトーっていうのは何の略なんだっていうわけなんだ。あと、この部分がね、オートエンコーダーなんですよ。どういうことかというとですね、まずね、まずここで、パーセプションモジュール、これ認識モジュール、ね、で、これダイナミクスモジュール、まあ、こう2つに分かれるわけ。で、パーセプションモジュールというのは何かというとね、ここに何かある絵がありますと、ね、これは緑の背景にものがあるわけですよ、ね。で、これはですね、あのね、マスクというものをここに丸と、それからなんかこういうものとこういうものと、それからこの、 あの字、緑の字ね、そういうこれをマスクをこう作るんですよ。で、これにマスクをかけるとこんなものになるわけ。これは何かって言ったら、このボールがだけね、で、ここにあるこんなものだけ。だからこれちょっと見えないけど、ここに小さいのちょっとあるんで。で、これは何かって言ったら、この字の緑の部分ね。で、要するに物体を取り出すわけよ。この字も含めてね。で、さて、そういう、で、今一つね、こういう物体があると、ね。このマスクがありますと。これをですね、この、ここはディープラーニング。これオートエンコーダーというんだけど、圧縮するわけよ。ね、ここ入る。で、ラウンドオブジェクトコード。これがね、あの隠れ次元とか、潜在空間とかいうわけ。そこで、この X と M を、この Z という潜在表現。これまああのベクトル、僕がよくね、1024次元のベクトルとか言ったりするのは、まあ、これのことなわけや。で、次にこれをまた復元するの。これはエンコーダーで、これがデコーダーない。で、元に、これが X がこの物体ね、この物体ね、MK はこのマスクね。で、これを圧縮して、また元へ戻ったときは XK チルダーと。
あって、これ MK チルだ、これが元に戻るようにこのファイとシータ、このオートエンコーダーを学習するわけですよ。つまり何が言いたいかって言ったら、ここの潜在空間、このものとこのマスクをこの潜在空間のベクトルに変換する仕組みを学習するので、これ今 4種類あるから、それが4マ X の1から KK、今このラージ K は今この場合この絵で言うが4名、ね、で4種類のものがあり、4種類のマスクがあり、でそれを圧縮するとですね、この圧縮されたベクトル、潜在空間のベクトルが4本出てくるわけで、それを複合すると、まあ、こうなって、まあ、そういうのを学習するわけで、次にですね、でここでこれ時間が t が1から t-1、t たす1で、何をやるかというと、この t とこれ以前のものを与えて、次の t たす1を予測するということをやるわけで、でここの時刻 t におけるその、まあ、もの、まあ、4種類のものと4種類のマスクで圧縮したら、まあ、こんなものになるわけですよ。でそれ以前もこんなものだったと。でこっからですね、これをイン、これを全部読み込んで、LSTM っていうのは、これはね、ロングショートタームメモリーという、RNN、レカレントニューラルネットの一種なんですよ。で、まあまあ、そこの細かい話はよくて、ここで次のが予言できるわけ。まあ、要するにですね、こうものが来たら、次が予言、予想、予言できると思ってください。ですからボールがこう来たらね、次の瞬間にボールがどこに行くかということをこれが予言するわけで、やることはね、だこの予言と観測したものが一致しておれば驚きはないわけで、一致しなければ驚く、そういう仕組みなわけですね。まあ、時刻が進んでた時に次に何が起こるかって物理法則にのっとったことで、ここまでこう来たならこの流れで次はこうなるってことが予測できるようになったっていうことですね。でそれと実際の状況を見せて、で合わなければサプライズと、うんうんうん、だから人間の脳っていうのはね、基本的に何をするものなのかといったら、一瞬先を常に予測してるのね、うん、これね、言語モデルもそうですよね。次の単語何を言おうかなって常に予測してるというように、うん、脳っていうのは一瞬先を予測するもんなんですよ。で、その予測と現実が合えばよし、合わなければサプライズ、驚きが起こるわけ。で、だから学習っていうのはこのサプライズをミニマムにするように、最小にするように学習するわけよね。だから手品がみんなびっくりするっていうのはまさにこのことなわけですよ。サプライズなんですよね。あ、あれですよね。自由エネルギー原理ですよね。そう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 。まあ、尾形先生とかもそんな感じのことやってるんじゃないですか。そう、プレディクトゥーコーディングです。予測符号化ですね。そのオブジェクト、そこの、オブジェクトコードのレベルでこれはやってるみたいですけども、そうじゃなくて尾形先生もうちょっと画像のレベルでやっておられるんだと思いますけどね。あ、そうなんですか。うん、いや、これもある意味画像のレベルですからね。次の画像を予測するわけでしょ。ちょっとよくわからないですけどね。これはね、1から t-1 現在までの画像なんですよ。だからビデオ画像と、画像って言ったってそれ画像をこう抽象化したなんかベクターなんですよね。あ、画像を圧縮した、エンベディングはしてますけどね。圧縮、でも戻るってことはまあ画像のセマンティックなレベルに、コーディングする。戻れるんだから画像を圧縮したものだと思ってください。画像自身はね、極めて高次元じゃないですか。だからそんな扱うの大変だから、それを潜在空間に圧縮して扱うわけ。これね、こう思ってくださいよ。これね、絵だけどね、これ、ベクトルが集まったもんだからね、これ、それぞれ単語だと思ったら、これ文章だと思ったらいいわけじゃないですか。だから文章も何もね、この絵も、要するに、ベクトル圧縮してしまったも同じなわけですよ。で、我々はね、常に次の単語を予測してるわけでしょ。
で、これ、この AI は次の画像を予測する。それだけの話です。うん、で、それが合えばよし、ね、合わなければ驚くと。それだけの話で。だから、赤ちゃんもね、基本的にこういうことを学習しておるという。で、それを AI が実現したということです。で、この前にね、こういう議論があって、要するに AI に対する、現在の AI に対する批判っていうのはね、だってですね、その常識がないと、ね、例えば言語モデルみたいなことがあったって、あんな言葉だけだって、盛んにそれを批判してるのが、ギャリー・マーカスっていうニューヨーク大の人で、で、この人とヤンルカンのね、大激論、ね、チャーマーズがメディエーターになって、AI、議論っていうのをさっきちょっと見たんだけど、まあ、その要するにジャリー・マーカスはですね、要するに現在の AI はダメだってまあ言うわけですよ。で、その常識がない 今みたいな話ね。ところがですね、まあ、こういうものはそういう意味での常識ね、うん、直感的物理という常識を AI が備えたということで、この研究はそういう意味では画期的だという。まあ、概要はなんとなく分かったような気がするんですけど、ちょっと疑問が残ってまして、確かにまあシンボルグランディングっぽいことできてるなと。で、我々人間だって、まあ、生まれてこの方眺めてるものってのは現実に起きてることを眺めてるんだから、起きないことは絶対視覚に飛び込んでこないわけですね。だからこう物がこう来たって言ったら、これが急にパッと消えてこの辺から急にポッと出てくるなってことは絶対に見たことがないないから、眺めてるだけで汗かいて大体こういうことは起きるけど、変なことは起きないんだなって、手離したら必ず落ちるんだなっていうのは学習できるから、眺めてるだけで分かるっていうのはそうだよね、すぐ次予想できるよなって思うんですが、それと一方それにちょっと、反対するような実験っていうのがあって、これはシングラリティサロンで浅田実先生がおっしゃったんですけど、古い実験で猫2匹を筒に入れてこう飼っておくっていう実験があって、筒の中にカゴが2つあって、これ軸でつながってるから、反対側にこうカゴがこういうふうにしか回らないようになってて、でそこに1匹ずつこう2匹の猫を乗せておくわけです。で、片方の筒カゴからはちゃんと足が出るようになってて、1匹の猫が自分でこう動いたり止まったりすると。でもう1匹の猫は全く自分の行動出力できなくて、相手の猫に追随して動いたり止まったりする以外にないと。で、視覚は同じ視覚が入ってきてるから、視覚入力は大体同じ景色を両方とも見てると。その結果どうなったかっていうと、自分で動いてた、ね、猫は外に離した時に段差があったらちゃんと段差に対応してこう階段とかトコトコっと降りられたんだけど、相手に追随してた猫の方は世界が理解できなくて段差でコケッとこけちゃったっていうんですね。だからその実験によると、見てる眺めてるだけじゃ世界は分からんと、行動出力があって初めて世界理解できる。だから赤ん坊なんかを破ったり投げたり人のひげ引っ張ったりするって、それは学習に必要だからやってるんだってことで、行動出力なしには世界は分かんないよっていう主張なんですね。これどっちなんだろうっていうのが、例えばさっきのね、いやパーマネンスみたいなのと見てて分かるわけやけど、貫通できないという話はこういうものがあって、こうやったらぶつかるわけですよ。それは赤ちゃんが物をつついて見て、ね、硬いということが分かるわけで、だから直感物理も見てただけではダメだ、物のパーマネンスみたいな、永続性みたいなことは分かるが、物がね硬いとか、あるいはね投げたらね、投げたらそのまま行くっていうのは、やっぱり赤ちゃんやっぱり盛んに実験してるじゃないですか。だからそういう意味では体必要だっていうのは別に否定はします。矛盾はしないです。でもそれをこうとしちゃうと、じゃあまだプラトーは不完全であって、眺めてることしかしなくて、そういうことになりますかな。これどれくらいの量の学習をしてるんですか。結構あらゆること分かってる感じなんでしょうかね。いやだから動画でね、何十時間とか見てたね。他の例としてはどんなのを理解してて、どんなのは理解してないみたいなのがあるんですか。いや、そこは分かりません。さっきみたいな、要するに見せてるの本物 のビデオじゃなくて、バーチャルな世界なんですよ。なぜかって本物だったらもっと複雑だから、今は、ああいう、だってこれ縞模様があったじゃないですか。あれは空間の座標を明らかにするためなんであってね。
だから今の程度だということですよ。うんうん、あ資格だけなんですね。だからこれはね、あのだから AI の進歩は早いから、そういうことが一旦分かったら、他のところはあれもあれもってやって、で、今度は実際のビデオでできたよとかね、今度は実際ものを、ね、動かしてやってみたいとか、そういう研究がどっと出てくると思いますよ。うんうん、今のパラメータ数どれくらいとかいうのはあるんですか？ちょっとそこはあのそこまで読んでないから分かりません。なんか小さいモデルでやってるから、この多分小さいでしょう。ね、っていうことなんでしょうね。うん、まあでも、いわゆる発達心理学の、ね。あ、そう、そう、おっしゃると、発達心理学、そうなんですよ。それが AI、そこを AI でやったっていうのは、まあ多分新しいんですかね。そう、そう。だから、ヒントは発達心理学から来てるんですって。あ、だから研究者たちは発達心理学の勉強を やったと書いてあってね。確かになんか資格だけでも結構赤ちゃんは、学んでるっていうのはなんか読んだことがありますね。まあ、あのもちろん触るっていうことと複合的なのが一番なんですけど、なんかこういないいないバーとか、うん、ああいうやつもその一種の驚きで、そう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 、赤ちゃんは笑うんだっていうような話も、うん、あれがサプライズなのね。あれがサプライズなんですかね。なんかそういうのとなんか面白いですね。なんか、うん、まさにロボットとかとなんかあれね、応用効きそうですよね、こういうの。そう、今おっしゃったら面白いね。さっきのあの絵もいないいないバーですよね。いないいないバーだと。なんか今記事を読んでると、例えば互いに物体が貫通しないので硬さを学ぶとか、うん、あと形が、物体の形が変わらないっていうので持続性みたいなものを学習したって書いてますね、プラトーが。なんか改めて、うん、まあ、その辺まさに浅田先生とかがやってた、うん、赤ちゃん学会とかやってましたね。そうですよね。だから確かに浅田先生の分野なんでしょうね、うん、これ、うん。はい。じゃあ、そんなとこですか。はい。